佐渡鉄道寺両津町イタリアイカ長官線路、平面図佐渡鉄道は、日本で明治後期から大正期にかけて、現在の新潟県佐渡市の両津から愛川まで2通りのルートが計画された地方鉄道路線。改正鉄道敷設法の別表第56号における、佐渡国恵比寿より、河原田を経て、愛川に、至るル鉄道に相当するが、敷設に至らないまま未成線となった。 明治期の佐渡島は道路も十分に整備されておらず陸上輸送が貧弱であったため同じ島内での物流であっても回路での輸送が中心であったそのためこの時期に起こった施設民営鉄道不設ブームに乗っていずれも東京不在住の初安者より二通りのルートで別々に佐渡島内を横断する鉄道の不設許可願いが鉄道局に出されたものの いずれも却下される。1897年6月8日付の地元紙、佐渡新聞は、この不設許可願いが却下されたことについて、佐渡人は舌を出しているならんと地元に、鉄道建設を求める機運はなく、当該の者の動きに、冷ややかな視線を浴びせていることを伝えている。しかし、この申請却下が、呼び水となって、 鴨郡吉井村で村長が佐渡鉄道出張所を自宅に設置。大正期に入ると佐渡新聞主室の森友育が1914年正月に本土で汽車に乗った体験について記すとともに、島内で人力に依存している貨物輸送のコストが本土の汽車に比して割高であることなどを挙げ、佐渡に鉄道を引く必要性を説いている。こうした機運の高まりは佐渡郡役所を動かし、 官民一体で第一次世界大戦後の戦後不況からの脱却を掲げる戦後経営会の設立に際しては京弁鉄道の布設を含めた交通網、電信網の整備が重点課題として挙げられた。1920年、土地尾鉄道から佐渡市線の布設に関して軍役所側に打診が行われるが、党内では土地尾鉄道が計画している線路の期間拡張に 再して不要となった資材を佐渡に押し付けるつもりでは、内科との不信を招き、物別れに終わっている。これ以後も、軍長、福原久明や佐渡聖遊会の斉藤長蔵が、中心となって、鉄道不設に関する請願が続けられ、1922年の鉄道不設法改正に際し別表に、佐渡国恵比寿より河原田を経て、相川に、いたりる鉄道が記載されるに至ったが、 貴族院の反対により敷設は実現しなかった。その後も長岡鉄道が、鉄道敷設法別表第56号に基づき、両津愛川の路線免許を申請し、同時期に佐渡帰線へ出資するなど、鉄道敷設に意欲を見せたものの、第二次世界大戦の勃発により計画は宙に浮き、引き継ぎでもないまま免許が失効し未成年となった。この鉄道敷設計画の名残は、 路線バスに受け継がれ、島内で路線バスを営業している新潟交通佐渡では、かつて主要なバスターミナルを駅と称していた。ワンマン運転化に伴い、駅の故障は廃止されたものの、金沢駅前、旗の駅前といった駅前を称する地名が、現在も残存している。佐渡鉄道寺両津町イタリアイカワ長官、線路平面図には、以下の計画路線が記載されている。 この経路は現在の路線バスにおける本線にほぼ相当する。駅名はいずれも過小。また、鉄道局に却下されたもう一種類のルートは現在の路線バスにおける南線に近く、小佐土地域を通る以下のルートが想定されていたと見られている。ありがとうございます。